自動抽出した勧誘表現を用いた係り受け関係のズレの解消と題しまして、長崎技術科学大学の西山から発表を始めさせていただきます。まずはじめ参考文献はこちらを参考にしました。概要なんですが、今回は質問応答によってユーザー質問文を含むコーパスの中から勧誘表現とその解釈した表現を自動的に抽出する方法について提案します。また抽出した情報を用いてユーザー質問文とテキストのマッチングに応用する手法について提案しました。それによって、抽出された勧誘表現と勧誘、解釈表現ペアの大半は適切なものであり、提案手法によってマッチングの精度が改善されたということが概要になります。まずはじめにテキストを知識源とする質問応答システムにおいては、ユーザーの質問に対してテキストからそのテキストの中から答えを見つけるということが重要になります。ただし質問が曖昧な場合、いくつかテキストの候補が出ると思うんですけど、それを全て提案するだけでは適切な回答とは言えないというのがこの質問応答システムの特徴となっています。そのためユーザーの質問をより具体化させるために、さらに質問応答システムが相手に質問を返すという間が必要になってきます。このような質問はテキスト中のユーザー質問とマッチした部分の周りに存在することが多いため、質問に対してテキストからの正確なマッチングを行うことで、その周りにある情報を適切に取ってくることができるということがあります。今回ダイアログナビという質問応答システムがあるんですが、その質問応答システムのユーザー質問文とテキストのマッチング手法の改善に取り組むということになっています。まず前処理としては、一部の品種を除外して受話における原型をマッチング対象とします。例えばメールを読み込むという文章があったときに、いくつかメールっていうのを書き方がいくつかあると思うんですけど、そのうちの原型と読み込むも多分漢字とかでいくつか書き方があると思うんですけど、その原型をまず使います。そしてそのメールを読み込むという係り受け関係を取ってくるというのを行いますが、例えばメールを読み込むというのとメールを受信するというのは人間で考えると全く同じ意味だと思うんですが、それを機械に認識させるためにこちらの同義語表現辞書というものを使います。こちらは2つ以上の文節を持つフレーズのものも含んだ同義語表現をグループ化したものになっています。例えばメールを受信するというのとただ受信するというのだけでは意味が変わってくるので、メールを読み込むというのとメールを受信するという2つの意味が同じということをこの辞書を使って表現しています。また、今の、こちらの、辞書と呪文を使った原型でマッチング対象とすることによって、ある程度、形を整えたものに対して係り受け関係を考慮したスコアのマッチング手法を行います。例えばスコアの計算はこちらになるんですが、計算方法としては、多様を持つ文節の数、この場合は、それぞれ、アウトルックとアウトルック、メールとメール、壊れると壊れるが多様しているので、文節の数は3で、多様を持つ係り受け関係は同じく2ですね。同じくこちらの係り受けとこちらの係り受け、こちらの係り受けとこちらの係り受けが一致するということで2、そんなふうにして順番に値を入力していき、最後被覆率のこの M というのがあるんですが、こちらはその係り受け関係に対する重み付けということで、今回は 1.0 としています。そうするとアウトルックでメールが壊れたという文章と、アウトロックにおいてインターネットメールから受信したメールが壊れるという文章が、類似度 0.56 というふうに表されます。こちらの、ここから分かる通り、例えばアウトルックと壊れるという、この係り受けとアウトルックと壊れるという係り受けがあって、メールと壊れるという係り受けの数をこちらで強く持っているため、この係り受け関係が壊れてしまうと必然的に類似度も下がるということが特徴としてあります。今こちらのこちらの方にあるんですが、メールを読み込むというのと、こちらないですね、どっかちょっとすみません、ちょっと文章が抜けてるんですけど、例えば、メールを読み込む、メールを読むというのと、メールを読み込むのが遅いっていうのと、メールの受信に時間がかかるという文章では係り受け関係が変わってしまう場合が、あります。そういった時に係り受け関係が変わってしまうと、こちらの類似度が変わってしまうので、どうにかここの同義語表現辞書をより拡張して係り受け関係を適切に取れないかというのが今回の目的になっています。自動抽出の方法なんですが、対象とする勧誘表現が2つありまして、1つは名詞プラス格助詞が用言になるもので、そして、すみません、この勧誘表現が、
解釈表現に置き換わるときには名詞プラス格助詞、名詞のが、名詞プラス格助詞にかかっていて、で名詞プラス格助詞がさらに要件にかかっているというこの矢印はかかり受けという意味なんですが、名詞プラス格助詞が要件にかかっているものが名詞プラス格助詞にかかっていてさらに要件にかかっているもの、例で言うと例えばギフを表示するという文章とギフの画像を表示するという文章は同じ意味なんですが、そういったパターンを自動抽出します。抽出する対象は、こちらの論文の方に書かれているデータベースの方で135万1981分の中からこちらの2つのパターンに当てはまるもの、どちらも当てはまっていてかつ頻度が3以上のものを全て抽出します。それによって1126個の慣用表現の解釈ペアが抽出できます。さらにこちらに今取ってきたものに対して評価を行います。まずグループ化を行い、一つは電源を入れるといったような、電源を入れるというのは一つの意味しかほとんど持たないので、電源を入れるはだいたい電源スイッチを入れるという意味だと思うんですけど、こういった単一表現を持つグループを679グループと、複数の解釈が得られるもの、例えばエラーが出るという文章ではエラー表示が出るのかエラー報告が出るのかいくつか表現が置かれると思うんですけど、そういった場合のものに対して68のグループと、さらにこれが1つのグループですね、これが1つのグループに対してこの場合は2つのペアがあるので168グループで447ペアがグループ化されました。さらにこのグループに対して慣用表現と慣用解釈表現から想定される状況が一致するもの、例えば電源を入れるっていう場合と電源スイッチを入れるという場合は多分同じ情報が、あ、じゃあ同じ条件だ、条件というか状況が同じだというふうに人間的には分かると思うんですけど、例えばエラーが出ると何ですかね、エラー、まあ、表示が出るとかエラー報告が出れば、逆に言えばエラーが出るという文章が言われた時にこの2つの文章が思い浮かぶと思うので、こういったものの場合は丸、それ以外のものは×というふうに評価しています。また提案手法によって得られた慣用解釈表現以外の解釈があった場合には BY として定義します。例なんですが、こちらの一部の例なんですが、例えば、これですね、ファイルが破損するという文章があったときに、ファイルの中身が破損するのか、ファイルの一部が破損するという文章がその、コーパス中にあったんですが、それ以外にもファイルの内容が破損するというふうにも、考えられるので、こういった別の解釈については、B ガンマとして定義しておきます。他にもワードが消えるという文章に対してはワードのメニューが消える、ワードのフォントが消える以外にはワードのプログラムが消えるとかワードのアイコンが消えるというふうに解釈ができるので、そういったものを正しく定義します。またワードのフォントが消えるというのはあまりワードが消えるという文章からは連想できないので、ここでは×としています。そうですかね、では×としています。今の情報を使って慣用表現グループを5つのレベルに分けました。1つ目は全てのペアの評価が丸であってかつ他の解釈が存在しないもの、 B は全てのペアの評価が丸なんですが他の解釈が存在するもの、 C は評価にバックスがいくつか含まれているもの、例えばこちらの印刷を実行するとかは、一番上の印刷のプレビューを実行するというのは、適切ではないと今回はしたため、1つ×が含まれているので C になります。また D は評価に×が混在していてかつ他の解釈も存在するもの、最後に全ての評価が×のものというふうに分けます。その結果なんですが A が 65%、 B が 15% で C、D が合わせて 3%、 E が 18% となっています。これから分かることとして、全体的に評価 AB、 全てのペアの評価的には丸なんですが、他の解釈が存在するものもいくつか含むものも全部含めると約 80% が正しいグループと、新しいペアとなっていることが分かります。また、さらに 18% は全然全く別のものの評価が、別のペアが取れてしまったということになっています。また C と D があまりなかったというのも特徴になっています。ということで、まあ、取れたものとしては、ちゃんと取れたものは、ほぼ全てが、正しく取れていて、全く取れていないものに関しては一つも丸がないものが多いという形になっています。現在 今行ったことは抽出した慣用表現の質についての評価だったんですが、次はその抽出した慣用表現を使ってマッチングする場合にどれくらい有効なのかということについて評価を行います。テストセットとしてはヘルプ集のテキストを31分、サポート技術情報のテキスト、マニュアルみたいなものがそれぞれ31分と140分、それについて評価を行います。
評価尺度としてはこちらのイプシロンになるんですが、内容的には例えば正解テキストが1位と4位にこの計算の結果になったときに、このような式で 1位の場合の1分の1と4分の1と、あとは正解データの数をそれぞれ足し合わせたものを今回の評価の指標とします。これが例えば正解テキストが今回3個あるんですが、この3個の正解テキストがそれぞれ1位2位3位に入った場合には、このイプシロンが1となるふうに、なるように計算しています。このマッチングにおける、ベースラインとしては係り受け同義語証言手法を用いたマッチング、通常のマッチング方法で、提案手法としてはそのさらに同義語表現事象の中にさらに提案手法で抽出したペアを登録したものが提案手法となっています。全データ質問文で平均を取ったところ、こちらの、ヘルプ集の場合は約 0.85、精度が 0.85、ベースラインの場合は約 0.70、サポート技術情報の場合は、提案手法が 0.57 で、従来の手法が 0.55 というふうになっています。分かることとしては、今回新しく、提案手法でペアを登録したことによって精度が向上しています。ただし今これは全質問文でのイプシロンの平均なんですが、一部の一つ一つの文章で見ていくと、テストセットの中で改善された文章はそれぞれ13と20というふうに高いんですが、逆に悪化した文章がいくつかあって、サポート技術情報の中で8分ほど、このペアを登録したことによって悪化した文章が存在します。最後にその紹介なんですが、イプシロンを悪化した表現ペアとしては、例えばこれから、W1 から W4 は先ほどの 18% の中に含まれているように全然違うペアが4分ほど出てるんですが、それ以外の3分としては、まあ、おそらく正しい Windows XP からアクセスと Windows XP 環境からアクセスのようにほぼ正しい、表現方法なんですが、例えば、核の違いを考慮していないことによって、例えば、どこでしたっけね、Windows XP からアクセスと Windows XP 環境からアクセスというので、他の文章が、他にも Windows XP に関する、文章が取れていたはずなんですが、この格助詞を、考慮していなかったことで取れなかったものがあったという話でした。また、Windows XP 環境からアクセスと Windows XP からアクセスという、このアクセスという文字なんですが、このアクセスと Windows Access というソフトの製品名が同義語として登録されていたために間違って取れてしまったという例になっています。まとめになります。大量のコーパスから慣用表現と慣用解釈ペアを自動的に抽出してマッチングに応用する方法を提案しました。質問応答システムを引き続き運用していくことで、例えばそうです、先ほどのこの B ガンマがテキストを増やしていくことで減っていくのではないかという話でした。また提案手法では不適切な慣用の解釈表現が抽出されてしまうんですが、これに対してはさらにその誤ってしまった文章を意味的にさらに分類して一般的なモデル化を行うことで改善できるのではないかということです。以上になります。